皆さんこんにちは。私たちが全力エンターテインメントガールズバンドガチャリックスピンです。歌展10周年ということでおめでとうございます。おめでとうございます。わー、10周年だよ。いや、すごいですね、10年前何やってたんだろうか。前のバンドをやってたしガチャリックスピンやってない、ね、そうそう、まだガチャピンやってなかったんですね、はい、なんで、うん、前は何、私はランドセルしょってました。あランドセルしょってたんですけど、10年前あの10年経つとこうやってハンバーガーになっちゃう、ね、ランドセルじゃなくてハンバーガーになっちゃうぞって。でもほんとね、続けるってすごいなと思う。10年おめでとうございます、はい、ということでね、まあ歌展さんということなので、私たちもね、うん、日頃ね、あのガチャリックスピンは曲も歌詞もみんなで書いてるので、うん、ちょっと一人ずつね、歌詞をどうやって書いてるとか、歌詞に対する思いとかを聞いていこうかなと思うんですけど、なんかそれ、じゃあ友蔵からいこうかな。そうですね、私は、うん、結構、うん、メロディーに合う、うん、言葉をね、うん、選ぶんですけど、言葉選びに詰まった時は自分が今読んでる小説とかを読んで言葉を探したりしてる、ヒントを探すんだ。なるほど。じゃあ花兄さんは。私はですね、やっぱライブに来てくれるお客さんのことが結構頭によぎって、うん、それを混ぜて書いたりとか、あとはもう負けないぞっていう気持ちが結構盛り込みやすいかも。なるほど、負けない自分の思いがあるね。そうそうそう。じゃあ舞は。はい、私も本を読んだりとか、映画を見たりとか、 あとはもう、私本当に漢字が苦手なのであの検索をして類語とかで調べたり。類語類語ちょっとオレオさんは。いや、オレオさんはあの例えばなんか身近なこと書きたいって時だったら、うんうん、あのカフェとかに行って隣の人の話聞いて。マジでいいよね、面白い。あと自分のそのなるべくこの時期になんとなく書いた的なのが分かるワードをなんか入れたい。なるほど、うん、なるほど、ね、っていうのがあるね。なるほど、うん、私はですね、やっぱりまあこういう感じでエンターテインメントのバンドなんですけど、うん、ちゃんとメッセージ性の強いものを書きたいっていうのがあるので、うん、結構もう人生のことだったり熱い思いっていうのはすごい大事に歌詞に書こうっていうのは心がけてますね、うん、はい、なので、ね、そうなんで、まあ、ガチャリックスピンで楽曲も歌詞もすごい幅広いので、うん、その辺をね、あの歌店さんでね、チェックしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてね、それがチェックできるね、アルバムがなんとあるんですよ。おぉ、いよいよ。はい、4月11日にニューアルバムリリース、グリッター。グリッター、グリッター、スピードニューアルバムグリッター、うん、もうほんとね、ぜひね、歌詞も楽曲も先ほども言いましたが幅広いので、うん、バンドとか音楽に興味がないよっていう人でも楽しんでもらえるアルバムになったと思うので、うん、ぜひチェックしてください。そして私たちツアーファイナルは4月の15日、うん、東京ドームシティホールになります。アルバムいっぱい聴き込んで、歌詞もいっぱい読んで、うん、ぜひ TDC のワンマンに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上ガチャリックスピンでした。バイバーイ。